この国のすべてを奪うことが僕の目的だ。貴様、本当は何者だ？巨大な穴？悪魔が来たんだ！アビスの！アビスの悪魔とは何だ！注意！出てくるっす！お願いです！リヒトンさんを助けてください！こんなものは、あの戦争で全て飛べなくなったはずなのに。さあ、殺しなさい！私を！あの子がいるでしょうが。本気を出していないの。人は夢があるから生きていける。こちらも同じだ。聞いたことをくよくよするなんて、私の専門はこっち。総長らしくないっすよ。一つだけ気をつけて、これは夢なんかじゃない。油断したら死ぬから。テレビアニメプランダラ2020年1月より放送開始。